カペイザロは、イタリアのベネツィアにある、カナルグランデに面する宮殿であり、現在は、国際現代美術館となっている。ベネツィアでのバロック建築の第一人者の一人である、バルダッサーレ・ロンゲーナにより設計され、後に、ギアン・アントニオ・ゴスパリの手により1710年に、完成した。17世紀の赤頃に、ペザーロ家の依頼により、バルダッサーレ・ロンゲーナが設計を行い、 1659年頃から建設が始まった。陸地側の建物は1676年に完成したが、カナルグランデに面する建物正面はバルダスサーレ・ロンゲーナが亡くなった後も完成しておらず、ペザーロケが後にギアン・アントニオ・ゴスパリへ依頼して1710年に完成した。バロック建築をもとに古典様式風の巨大な柱を用したアーチを使って、 回廊をファサードに用いた印象的な宮殿となっている。当初、バルダッサーレロンゲーナはカペーザロの設計にあたって、ベネツヤ建築の王やヤーコポサンソビーノからの影響が多く見られ、斬新さ、豪華さ、複雑さ、力強さが非常にうまくまとまっている。1階のファサード部分は、表面を、ゴツゴツした岩の表面を柱やアーチに使い明暗を表現されており、二階部分は、 高しすやエンタブラチアで装飾されている。エントランスホールは建物全体の吹き抜けとなっており、中庭やテラスなどに隣接する。天井部分は多くの著名画家のフレスコ画などが良い状態で保存されており、また著名な画家たちの絵画をペザーロ家のコレクションとして保管されていたが、1830年までにペザーロ家の最後の継承者が生前に、 ロンドンでオークションにかけてしまい散逸してしまった。その後宮殿はグレード2号家2譲とされ、またアルメニアンマクターストファーザーズの大学として使用されていたこともあった。最終的にベビラクア家の手に渡り、ベビラクアラ、マサ財団の所有物となり、フェリチタ公爵夫人の遺言により、死に寄贈され、1902年に市議会は2度目のベネツヤアビエンナーレが開催されたことも、 ふまえ宮殿を国際現代美術館として使用することを決定した。また1908年から1924年にかけて、ベビラクアラ、マサ財団が主催して若い芸術家の作品を展示していた。現在宮殿は国際現代美術館として使用されており、19世紀から20世紀の現代美術品が展示されている。最上階は、 東洋美術の作品が展示されており、日本の磯田小流祭、鈴木春信、葛飾北祭の作品や、中国、インドネシアの作品が多く展示されている。これらは、エンリコ・カルロ・ディ・ボルボーネ・パルマが1887年9月から2年、3ヶ月にわたって、アジアを訪れた際に集めたもので、日本にも1889年2月に、長崎到着後、 約8ヶ月間滞在した。現在は国際現代美術館に寄贈されている。オーストリア伯爵が爆いしたもの、江戸物作り列伝店、特別展、江戸物作り列伝日本の美は、職人の技と心に宿るマイナス2020年2月8日から4月5日、江戸東京博物館。ありがとうございます。